はい、続いてがですね、目白健進さんという学校がありまして、こちらも一つ、帰国生教育丁寧に行っている学校の、候補としてお伝えさせていただいているところであります。はい。まあ、設立が1923年というところで、もちろん一般の生徒さんもいるんですけれども、帰国生の受け入れに関してですね、すごくその担当の先生だったりとか力を入れて、いろいろですね、サポートをしているので、そこは安心だなというふうに考えて、おります。で、次にいろいろ紹介をさせていただくんですけれども、まあ、目白健進のスーパーイングリッシュコースというようなものですね、っていうものも設けてあって、まあ、海外の何でしょうか、高校生と議論できるような力を目指した、プログラムもあってですね。まあそういったところで学習している子に関しては、学校に入ってからもですね、英語を学習し続けたりとか、それを維持できる、チャンスもあったりするので、学校に入った後も英語を英語力にするんだという形で勉強されるといいんじゃないかなというふうに思っています。でまた留学制度もですね、先ほどお伝えした通り、設けておりまして、10日間の語学研修から、まあ、単位の認められる1年留学、というところまであったりするので、そういった環境も、何でしょうか、活用していけると、もうダイレクトにですね、海外の環境で学べることができるので、グローバルな力を身につけることがあるんじゃないかなというふうには考えています。で、またですね、留学生を受け入れている学校でもあるので、まあ、ここにも記載のある通りですね、220人余りの留学生をこれまで受け入れてきたよというところで、学校内に来る留学生との、関わりだったりとか、そんなことを通してですね、グローバル感覚を養える学校であるので、まあ、ぜひですね、そういった機会も活かせると、なというふうに思います。で、まあ、英語力に関しては、ちょっと入試の話にはなってしまうんですが、英語力に関してはですね、大体2級だったりとか、12級とか、そういった英語力のお持ちの方が進まれているなという印象があります。で、実際の入試ですね、海外オンライン入試と、あと国内にいらっしゃる方の入試の、2パターンあるんですけれども、結構ですね、私たちがサポートさせていただくことが多いのが、海外オンライン入試ですね、海外にいらっしゃる方で、入試をされる方の、サポートをすることが多いんですけれども、こちらに関しては自己アピール動画ですね、結構特色のある入試方法だなというふうに、思うんですけれども、自分自身のこれまでの取り組みについて、文章だったりとかでなくて、動画でそれを表現して伝えていくというようなものもあったりするので、まあ、そんなことを通して、何でしょうか、自分自身の魅力っていうのを発信できるといい学校だなというふうに思います。ので、試験内容として、何でしょうか、科目が設けられているわけではないので、まあ、それまでの受験生の、何でしょうか、海外の頑張りとか、あとその子の人柄だったりとかっていうことが評価される学校であったりするので、まあ本当に、何でしょうか、しっかりとその人物をね、生徒さん、お子様をよく見て、入試をしている学校なので、まあそういったところからもすごく、帰国生に対して、意味で、すごく優しい学校だなと思いますので、一つですね、候補として考えて、見るといいんじゃないかなというふうには思っています。で、また、帰国生入試ですね。国内にいらっしゃる方についても、英語入試だったりとか、あとは国語算数、通学で、受験できるような入試もありますので、いろんなパターンの中から、ご自身の、強みに活かせる、受験方法っていうと、というのを選んでいけるといい学校かなと思います。でただ、こういった、入試科目だったりとかっていうのはですね、毎年改変があったりとか、ちょっとした変更があったりとかするので、こちら、募集要項ですね。まあ私たちも毎年毎年確認はしているんですけれども、より正確な情報を、抑えて、その上で受験をされると良かったりするので、まあちょっとすいません。こちらのスライドはあくまでもですね、概要として受け取っていたなというふうに。ちょっとスライドを戻りまして、結構帰国生入試考えられる方は、冒頭にお伝えした通りに、海外大学ですね、行けるかどうかということもですね、結構皆様、気になるかなというふうに思っているんですけれども、まあ、こういった目白健進さんだったりとか、そういった学校に関しても、海外大学進学の、実績ですね、が13名あったりしますので、まあ、知見は少しずつ学校の方でも溜まっているということなので、そういったところもですね、活かして、学校生活を送られるといいかなというふうに思っています。で、特に海外大学入学試験準備だったりに関しては、もちろん、正直なところ、どこの学校に行ってもですね、対応はしていけるかなというふうには思っているんですが、ただ、その受け入れる学校、大学からしてですね、やっぱり実績のある学校からの受け入れの方がやっぱりやりやすいということもあったりするので、もし本格的に海外大学、進学していきたいなという方に関しては、もっとですね、例えば、これまで100名とか、
数十名とか、そんな実績を出している、何でしょうかね、学校さんに進まれて、本格的に海外大学を目指された方が今の段階では良かったりするので、まあ、海外大学進学を重視する方については、そんな視点で学校選びっていうのはされるといいかなというふうには思っています。はい。なので本当に学校に、例えば広尾学園さんとか、三宅国際さんとか、学芸国際さんとか、あと高校でいうとこの都立国際さんとか、あとですね、茨城にある明慶学園さんとか、いろいろですね、そういった学校に関して言うと、本当に、海外大学進学実績が100を超えていったり、1年間の中ですね、あったりするので、まあそういうことを考えると、なんでしょうか。まあそういった学校と比べてやっぱり人数としては少ないんですが、あくまでも一つ参考といただけたらと思います。それでは続いてですね、関東学院三浦さん、こちらは神奈川にある学校なので、ちょっと都内に帰られる方とか、関西に行かれる方に関しては、ちょっと候補から外れてしまうかなと思うんですけれども、ちょっと一つ紹介をさせていただきますね。まあ、特にこの学校をピックアップした理由としてはですね、寮が設けられている学校であるので、もしお子様だけだったりとかが、帰られる場合とか、寮が必要だなという方に関しては、すごくお勧めできる学校だなというところで、候補として含めさせていただいたという感じであります。はい。で、こちらの学校に関してもですね、まあ、通常の学級もあるんですが、その一方で、グローバルラーニングスルーイングリッシュというようなコースもあって、新しいコースなんですけれども、こういった英語に特化した、ですね、クラスで勉強できるようなこともあったりするので、帰国生、海外生というのも行き来できるんじゃないかなというふうに思っています。こちらのコースはですね、高校の段階から本格的に開始するものであるんですが、ただ中学の2年生の終わりの段階で、英検の12級以上の力が必要であったりとかするので、まあ、英語力っていうのは学校に入った後に常に高められていく必要があるかなというふうに思ったりしています。で、4年生と5年生ですね。これは高校1年生、2年生と考えていただいていいんですが、これに関しては完全取り出しの英語授業が行われるよというところで、まあ、本格的にですね、英語を使った学習ができるところが特徴的かなというふうに思います。で、帰国生受け入れ校に関しては、本当に英語の取り出し授業やってますよって学校もたくさんあったりとか、それこそ国際学級を持っている学校もあったりとかするので、どの学校で、何でしょうか。帰国生、海外生、専門のクラスがあるかどうかというところは調べられていくといいんじゃないかなというふうに思っています。で、この学校はその取り出し授業をですね、行っている学校の一つというところです。で、また校内でIELTSの講座だったりとかも行われたりしているので、まあ、海外大学ですね、行きたいなという方に関しては、そういったと機会を生かしながら、受験の準備がしていけるというような環境になっています。はい。で、試験科目としてはですね、作文ですね。帰国生入試に関しては作文だったりとか、あとは算数で準備を進めていくことができるので、ここは対策がしやすいなというふうに考えていただいているんです。はい。で、またはですね、こちらですね、英語型入試だったりとか、自己アピール型という形で、いろんなタイプのですね、入試方法があったりするんですが、ご自身のですね、強みを生かしていけるといいかなというふうに思っています。なので、こちら注目いただけると、英語面接ですね、あったりもするので、もし英語で話すこととか、対することということが、まあ、流暢にできて自信があるよという場合には、こういった、英語特化の入試を受けられてもいいかなと思いますし、あとはその海外に住んでいながら、ちょっと英語はそんなに得意ではないけれども、例えばスポーツとか文化活動とか、すごく力を入れて取り組んできているので、なんかそれをアピールして、入試をやっていきたいなという方に関しては、自己アピール入試とか、そんなところも活用していけるので、ご自身の強みをですね、活かせる入試方式を選んで、早いうちから準備されていけるといいかなというふうに思っています。はい。で、こちらの学校もですね、毎年、もちろん人数は変動するんですが、まあ、最近の結果として1年でこのような、入試の実績もあったりします。で、海外大学に行かれる方もですね、3名といらっしゃいますので、行かれます。で、最後になるんですけれども、こちら、結構ですね、3科目入試される方だったりとか、ですね、あとはその人気校を受けられるんだけれども、他に都内で、おすすめの学校ありますか？結構おすすめさせていただくことの多い学校であるんですけれども、
文学園杉並、中学高校ですね。はい。こちらに関しては、東京の、中央線といいますか、真ん中にあるような、学校でありまして、帰国制に教育もですね、だいぶ力を入れてやっている学校です。なので、英語で、英語の授業をですね、受けることもできたりとか、あと海外研修とかですね、というところも豊富に含まれているので、学校内容を調べられていただいて、フィットするなと、お子様にフィットするという学校であれば、ぜひ、候補として考えられてもいい学校かなと思う。で、また近年ではですね、高校において、そのダブルディプロマコースというものがですね、導入されているので、こちらを魅力に感じられる方も多くてですね、この後ご紹介させていただくんですが、そういったところもですね、一つ基準、選ばれる基準として考えられてもいいかなというふうには思っております。で、このダブルディプロマコースって何かというと、ディプロマっていうのは、いわゆる卒業資格のようなものとして考えられていいかなと思うんですが、この文杉さんのダブルディプロマに関しては、カナダのある州のですね、ここに書いてある、BC 州って書いてあるんですけれども、そういった、特定の州における、高校を卒業した、資格と同じ資格を得ることができるので、もう日本の文杉さんを卒業して、日本の高校を卒業したと同時に、カナダのある州の、高校卒業資格も取得したということで、卒業した時にそのダブルの資格を得られると。いうところでダブルディプロマコースというふうに、設けられています。で、海外のカナダの学校と連携した教育をしているので、このスライドの下に示す通りに、例えばその短期留学の機会が設けられていたりとか、あとは学校で勉強する内容だったりに関しても、海外の、何でしょうか、勉強のスタイルとか、内容とか、そういったところも取り入れた、形になっているので、もし英語を使ってですね、勉強したりとか、本格的に海外大学進学ですね、目指されたいという方に関しては、ぜひですね、検討されてもいい学校かなというふうに思っています。で、新しいコースができて、すごく、例えばなんか5年、10年このプログラムがあるというわけではないので、これから実績をですね、高めていく段階かなとは思うんですけれども、毎年いろんな取り組みをされていたりもするので、もし気になる方に関してはですね、ぜひ学校のホームページとか、説明会は本当に詳しく学校さんがですね、情報発信されているので、そういったところも見られると参考になるかなというふうに思っています。でこちらの学校に関してはですね、帰国生入試もちろん行っているんですね。で、ただ、英語力に関してもですね、英検でいうと、大体2級だったりとか、12級とかお持ちの方がですね、受験されて無事に合格されているなという印象の学校であるので、12級とかそういった力はですね、合格段階では必要ないというようなふうに考えられていいかなと思います。で、特徴的なのはですね、英語の試験ですね、英検持っていると、その英語試験が免除されたりとか、得点が換算されたりとかする学校であったりするので、ぜひですね、高い級ですね、例えば2級とか持っていると、英語試験が満点として換算されるので、それはかなり大きなアドバンテージと思いますので、もし英検2級持っているよという方いらっしゃったらですね、併願校として考えられて、または第一志望校として考えられてもいいかなと思うので、参考にいただけたらと思います。で、また違ったタイプの入試方法もありまして、面接だけですね、主に面接だけとで受けられるようなものもですね、ちょっとこちらいわゆるコロナのですね、一番盛んだった2、3年前とか、っていう時期に実施されたもので、最近も実施されたはずなんですが、面接だけでもですね、行くことができる、試験も、設けられているはずであり、こういった機会も生かされていけるといいかなというふうには思っています。なので、たくさんのですね、海外生が受けられる枠というのも設けられているので、一つですね、参考にいただけたらと思います。ちょっと高校の段階での話になるんですが、高校生の場合にはですね、しっかりと数学力だったりとかも証明していく必要があったりするので、ぜひそういったところも準備はされるといいかなと考えております。こちらの学校、ダブルディプロマコースですね、先ほどご紹介させていただいたダブルディプロマコースに関しては、海外大学進学がですね、23名と、だいぶ多いなと。いうようなところですね。ディプロマコースを卒業されて進まれている方がいらっしゃるので、もし、カナダの学校でも行きたいなということであれば、ぜひですね、こちらのコースを目指されるといいかなと思います。で、具体的な学校名だったりとかですね、このスライドの下の方に記載しているんですけれども、こういった学校に進むことができますよというところで、考えられるかなと思います。
なので、なんて言いますか。まあ、いろんな、考え方あると思うんですが、いわゆる人気校だったりとか、難関校に進まれて、その中で高いその学力成績だったりとかっていうところを狙って頑張っていくのか、それとも、いわゆる競争が激しいとか、そういったことではないんですけれども、すごく、優秀な学校に行かれて、自分のやりたいことに打ち込んで、で、しっかりと将来の目標を達成していく。そういったことも、できるかなと思っているので、まあ、もし海外大学行かれたい方に関しては、いろんな方法を検討されるといいかなというふうには思っております。はい。というところで、ちょっと長らくですね、おすすめの学校だったりとかっていうところをご紹介させていただきました。ただ、本当に一部ですね、他にもたくさん、すごく優秀なですね、いい学校がありますので、もしそういったところを気になる方がいらっしゃいましたら、個別の教育相談だったりとかを、ご活用いただけたらと思います。